さすがは旗坊だよな。こんな豪華な船いくらすんだろうな。いくらだっていいだろう。っていうかそういう話下品だからやめてくれない？恥ずかしいから。は？何が恥ずかしいんだよ。俺たちの目的もう忘れちゃってんの？そうだよチョロマス兄さん、なんて言ったって財宝だよ。南の島に眠る宝、俺にぴったりの夢とロマンにあふれた代物だろう。チョロマツです。